ニコチン依存症とは、主に喫煙によるタバコの常用で生じるニコチンに対する依存症で薬物依存症の一つ。世界保健機関による疾病の分類基準である国際疾病分類第10版では f 1 7にタバコ使用喫煙による精神及び行動の障害依存症候群として精神障害に分類されている。なお、ニコチンの摂取による 急性症状とは異なる概念である。タバコには依存性物質であるニコチンが含まれる。ニコチンは脳内の報酬系を刺激するため、タバコを喫煙することによりニコチン依存が生じる。ニコチンは非常に依存性が高く、喫煙者の約7割がニコチン依存症であり、その中の過半数が将来自身が肺がんになる可能性が高いことを自覚している。 ニコチン依存症の多くが禁煙を希望し、実際に禁煙を試みてみたものの失敗して、喫煙を継続している。禁煙外来に訪れる前に、本人だけの1回から2回の禁煙失敗経験を示す。近年、国内外のいくつかの研究グループによって、タバコ依存症に陥りやすく、その結果として肺がんになりやすくする遺伝子の存在が明らかになっている。 米国 MD& アンダッソンがんセンターによると、両親ともに、タバコ依存症を招く、遺伝子を持つ喫煙者は、そうでない喫煙者と比べて80%も肺がんになる可能性が高いとの調査報告がある。日本では、中央社会保健医療協議会により正式な、疾患と認められ、2006年4月から、ニコチン依存症患者の医療機関での禁煙治療が、 健康保険制度の適用となった。これにより禁煙治療における患者負担額が大幅に軽減されることとなり、禁煙外来を新設する病院や診療所が増えた。日本では未成年者喫煙禁止法により、未成年者の喫煙、未成年者に喫煙機会を与えることは禁止されており、学校教育で禁煙指導している。しかし、 社会の喫煙に対する姿勢もあって完全な防止には至っていない。喫煙の動機は好奇心、なんとなくが多く、タバコは自動販売機や小売店で容易に入手している。未成年の喫煙行動は友人、親、軽視、教師などの喫煙と密接な関係がある。2010年10月の横浜市の調査では中学生の1.5%が 常習喫煙者であり、保護者の7割が容認していることを示した。山田匠教育長は、低年齢での喫煙習慣は、重大な健康被害をもたらすのみならず、少年飛行の入り口として、健全育成の観点から、大きな課題がある、常習者対象の禁煙指導プログラムを策定し、保護者と共同で、禁煙支援の取り組みを推進すると述べた。 未成年者が喫煙した場合、若ければ若いほど、ニコチン依存症に陥る可能性が高いばかりでなく、大人以上に、タバコから受ける害悪が大きい。喫煙開始年齢が低いほど依存を形成しやすい傾向がある。また、喫煙開始年齢が低いほど健康に与える影響や、後年の発がん率も高いことが知られており、 未成年の喫煙防止が非常に重要である。ありがとうございます。